もうこの、うん、昨日あれやったから白にしてきて。え？昨日なんか黒かったビューメント白にして。あと、あの、色削った。色削ってはないやろ。あの、いよいよあの、アイサンプッシュのさ、うん、あのオリジナルレザーでさ、うん、何の新作できますので、まあ、ラウンドから、まあ、とりあえず作ったところ見てください。それではどうぞ。でじゃん、こんな感じで、新作4つポン取ってきましたので、こっちから、アイサンチョイスの
新車のフラワーラベンダーで、こいつの名前決まった？それはイエローゴールドでしたね。イエローゴールドで、でそっちワニの新しいやつ稼働してるのが N ナムヒロクのミルキーブルーとトーブ多分そうの4つで、まだあのアイさんに写真撮ってもらって、あの順次出品出しますので、まだ、よろしくお願いします。まあそんな感じで、はい、最後のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。タチウオですね。タチウオ、うん、であれやろ、あのこのこれそうそう、あのクロちゃん的にこれがお前らはまだ未熟やから、未熟ってことか、サビキから始めろって、こうやってするやつから始めろって言われてんけど、あのあれ山とかで練習するやつ、そうそうそう、でも俺は剣道やってたから大丈夫っつって、そうや、あの素振りはなできるやからな、ね、こうやからな、お前も肩来た、肩なんて肩来た、肩来たのね、2台やろ、いや遅いもんね